ははい、い、えー、こんにちは塾のです今回もリップルについてちょっとお話と言いますかねあの動画について何点かご連絡いただきましてリップルについて、まあ、ポジティブな解釈もあるんだよってことでね、えー、何件かの方からあのこのご説明をいただいたんですけどもあの解釈はそれぞれあると思います。私はリップルに対してもう希望がないと思っているから考えられる最高値で売却して、まあ、二度とリップルは買うことはないだろうなと。 いうふうに動画の方でね、えー、ずっと経過をお話してるんですよね。で、お問い合わせがあってね、リップルはどう思いますかっていうふうなことに対して私はもう終わってますよと。私はそう解釈してるんで、リップルを買うこともないし、保有もやめてしまったし、っていうことをお話したんですよ。まあ、そもそも私のリップルっていうのは2020年に全部売却する予定でしたからね。で、2020年は価格がね、ちょっとあまりにも <laughs> ちょっと <laughs> 残念な価格だったんで含み損だったんでどうしようかなと特にあの決済しなくても困るような経済状態でもないからまあしばらくはなくなったつもりでほっとくかみたいな感じで、えー、まあそのままほっといたら価格がね190円ぐらいまで急回復したんでこのイレギュラーの時に訳も分からずにね値段が上がった時に、まあ、チャンスだと思って売却したわけなんですよ、まあ、そうすると私と同じぐらい保有してるホルダーさんもね 同じような判断で、190円前後で、まあ、あ売却をした方が多かったみたいでね、で価格が、まあ、暴落しましたよね <laughs>。で、そこからなんですようん。現在、リップルは120円にも満たない金額になりましたし、まあ、私はあれ、売り時が良かったかなと思います。まあ、今後ですね、リップルの動きっていうのは、私の考えだと、まあ、70円とか80円に、またね、えー、収縮していって、えー、それからもうちょっと変われないっていう状態まで来るのかなと思います。 もちろん100円を切ると寝頃だと思ってまたね買う人がいると思いますよそれはその人の判断で買うんで私はいやそれは違うよとまでは言いませんえただね私がこう思ってるからこうしてることに対して久保さん違うよっていうのは別にねえ嫌ではないのでその別の解釈っていうのもなあっていいかと思うんですよまあ言ってみれば投資なんて100人いたら100取りの解釈で買ったり売ったりがあるから儲かる人と儲かんない人ができてるくるわけなんですよね 私の場合はリップルでは、まあ目標の利益は達成することができまして、まあ一つのね、えー、財産を築いたかなと思います。まあですんで、今後リップルがね、200円を回復したり300円、400円みたいになっても、まあ私の目標は達成されたんで、えー、特になんとも思わないです。うんただ、このまま放っておくと、私の目標達成が、まあ歌方になってね、また含み損の逆戻りになってもしょうがないので、 私の解釈では、ここでリップルには型をつけたってことなんですよ。長期保有してたリップルだったんですけども、私としては、この何年かの間にね、リップルに対する思いっていうのがずっとありました。そして様々な意見を聞く中で、私の考えも右行ったり左行ったりはしたんですけども、一応ね、2020年の12月31日に決済。まあ、この目標はちょっと変わっちゃったんですけども、半年ほどずれての決済になりましたけども、まあでも、おおむね、リップルの まあ、旅っていうのはね私にとっては、まあ、すごくいい、まあ、投資になったかなと思います、まあ、投資っていうのは利益を出すのが目的ですからね、まあ、私の場合は目標利益をクリアしたんでこれでリップルは私としては同じということになります、まあ、他の方には他の解釈とか他の目標金額がありますので、まあ、人それぞれということで私はそういった他人のっていうかね他の方のお考えとか 投資のポジションにまでは特にね、ケチをつけるつもりはありません。ただ、どう思いますかと聞かれれば、こう思いますと答えるだけでございます。えー、それではね、リップについての考察、本日はこの辺,この辺りで失礼します。